ラリバンだけブーン。どうもうんちゃんと顔でか妖精バンディです。肩に乗ってます。全然可愛くない妖精でございます。今日はみんなの大好き業務スーパーの料理でございます。業務スーパーじゃなくてもできるんだけど、まあ、業務スーパー感を出した斬新なナスの肉詰めをですね作っていきたいと思います。ほらちょっと肩乗って、ほらやだ。バンドクって言えばね業務スーパーじゃないですか。はい、ハンバーグだ。は斬新なナスの肉詰めを作ろうと思います。よかったら真似してみてね。黒靴下。いいからもう今日は、ね、やることないんでカメラ回してもらいましょうかね。頑張ります。はい、用意するものこちらでございます。業務スーパーですごく人気のあるエンツォンジャン、これね人気な商品ですね。牛肉だしの素、これはすごい美味しいんですよ。私がおすすめしてます。これも業務スーパーなんですけど、まあただの片栗粉。え、本当にそれも業務スーパー？うん、じゃん。なんか違う気がするよ。じゃあこれは違う。まあ、売ってるよ片栗粉は業務スーパー。で、あと業務スーパーの豚ミンチ。牛豚。牛豚の合挽きミンチ。はい。解凍済み。あとこれはお茄子でございます。夏野菜、今が旬でございますね。これ見て、これ何ですか？それは家の敷地に生えてました。これは何でしょう？みょうが。みょうがが家の敷地に生えてました。うん、最後にこれ使おうかな。まあかけるものは何でもいいんだけどね。まず茄子をね、ヘタを落とします。今日揚げるんでアク抜きとか必要ありません。はよ、はい、これはね3個やってこう。はい、はい、ちょっと塩まぶして軽く揉みますね。これはちょっと柔らかくしてます。はい、じゃあちょっとこれを洗う。水気をね取りますよ。こうしなしなになるまでね揉めばいいと思うよ。切ります。よいしょ。全部切らないように、反対もですね。こんな感じになりますね。おー、面白なす。面白なすの出来上がりです。ひらーん。これを全部やっていきますよ。はい、はい、はい、ナスの切り込みが完了。はい、中に入れる種を作ろうと思います。種、使う量だけこのジップラックに入れます。あんまり入れすぎるとね油っぽくなっちゃうんで150ぐらいですね。今度こちらですね、エンソンジャンですね。これ好きなだけ入れます。食べたい分だけ大さじ1杯ぐらいですね。これを揉みます。グリグリ、おやー、これのね、ここを切ります。はい、とで、ナスの間に入れちゃいます。地道な作業です。ナスが肉が詰まってます。はい、これをいっぱいやっていきます。はい、あ、ちょっと熱してる間にですね、はい、上にかける汁を作ります。お水用意してもらって、水の中にこの牛だしをですね入れます。あまり入れすぎると辛くなっちゃうんで、味を見ながらね。水溶き片栗粉をね用意しますね。ちょっと沸騰させすぎて、水溶き片栗粉を入れます。とろみをつけるよ、お好みのとろみで。これを最後かける、ぶっかけるんですね。そう、ぶっかけるやつですね。茄子入れるね。
まあ、これを揚げていきます。はい、はい、仕上げでございます。すごいね、ナスの紫の部分がよく今出てきて綺麗でしたよ、うん、じゃあもう良しとしましょうか。こんなもんで、うん、今日の夜ご飯はこれだけです。じゃあみょうがをね切っていきますね。にゃんよいいよですね。盛り付けていきますね。します。あ、違う。今の見なかったことにしてもらってですね。大根おろしとか入れてもおすすめですね。完成でございます。これはね、ネギでもいいし、大葉でもいいですよ。斬新なナスの肉詰めでございます。じゃあバンニーさん、はい、食べてみてください。はい、いただきます。いただきます。はい、食べてみてください。素敵。こうやって取り分けて食べるんですね、うん、これじゃあガブッと。はい、みょうがうまっ。家に入ってたみょうがうまっ。やば、夏野菜でね、うん、ナスも夏野菜でみょうがも夏野菜で、うん、あっさりさっぱり美味しゅうございます。美味しい、うん、やった。なんか肉のそぼろがさ、うん、このかけ汁に入ってることあるじゃん。だから、うん、揚げナスに、あ、そうそう、あのイメージです。そうそうそう、 そぼろ入りの汁をかけたようなのの詰まってるバージョンってことですね。下手くそですね。でもこれはあの和風だしでも全然 OK です。美味しいね。はい、ちょもうちょっと肉食べたい気になる。あまり食べさせちゃダメだから。ベルとしてはベルとしてはもっと肉が食べたいなって思う。っさっぱり美味しいです。よかったら試してみてください。はい、この動画が良かったら高評価をお願いします。お願いします。チャンネル登録も押してみてください。いいことがあるかも明日。押したら明日いいことがあるかも。ベルボタンを押したら1週間いいことがあるかもしれません。もう一個いただいていいですか。どうぞ。私が今日勧めたいのは実はナスじゃなくてこれです。本当に美味しいんで、ぜひとも。私が純粋に今一番おすすめのやつです。業務スーパーで買えるんですね。はい、それでは、あ、それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。